こんばんは、NHK たっぷり岩田明子の時間です。えへん。本日は岩田明子が安倍晋三閣下の偉大さを話します。日本国民の中には安倍って漢字読めないんだよなぁ。バカ扱いする人もいます。日本国民には分かってほしい。東アジアは金正恩か安倍ってね。岩田明子の話を聞けば分かると思います。岩田明子でーす。安倍晋三閣下はお心が優しい閣下でーす。えへん、外交の安倍です。特に北方領土の偉大な足跡。安倍閣下はプーチンと26回も交渉をしました。安倍閣下はトランプと何回もゴルフをしました。およよ。なんだ、なんだ、たっぷり岩田明子を遮る傍観。NHK の放送に邪魔が入りました。ロシアでは国営放送の邪魔は懲役15年ですよ。조선민주주의민공화국핵무기연구소성명대륙간탄도탄장착용수소탄시험에서완전성공